おはようございます。はーい。すいません、時間変更してもらって。いえいえ、大変でしたね、なんか。そう、昨日の火事知ってます？いや、さっきニュースで見ました。そう。いや、昨日の時点では知らなかった。燃え上がってて。すごかったですね、映像を見たけど。そう。2件先だったんですか？そう、隣の隣がうちの児童クラブだったっていう。もうそまあ、の夜夜、だ。そうそうそう、その夜は当然バリケードでこう入れないから、もう、まあ、2軒隣だし、やじ馬に思われるのも嫌だから、まあ、朝チェックに妻が行って、で、ちょっと今、娘の親子クラスだったから、私一人になったらと思っていう感じでしたけど、まあ、やっぱりチェックしたら、何の問題も、一応建物的にはなくて、その火の粉というか、まあ、ちょっとバルコニーが、まあ、当然汚れてたりとか、まあ、それぐらいだったっていうことで、よかったで。でも大変だね。ね、気をつけないと、なんか、住んでる方は軽傷だったっていうことなので、ね。なんか緊急搬送されたってね、書いてあったけど。そうですね。一は良かったんですね。みたいです。でも本当自分は気をつけててもね、どっからもらえびもらうかわかんないしですね。そうですね。よかった。不幸中の幸いということ焚き火研究家の本田さんとしては。で。怖もうそい。れは大事故。うちがそんなのになったらね、出荷元になったらもう大変なことだからね。ですね。ということで、今週の1週間はいかがでしょうか。いや、今週一週間ね、ちょっと声もガラガラになってきてるんですけど、おお、確かにちょっと、ガラガラっぽい。喋る一週間でしたね。あれ。そうそう。まあ、いろんな会合に呼んでいただいたり、もう、お昼は、ぜひ本人に会いたいって言って、事務所に来所してくださる方がいて、その方とよく話し込んだりね。そういう人に、会いまくるという一週間でした。なんか街頭演説とかそういうので声からしてるわけではない。そう、飲み会で声が枯れるっていう。なるほどね。酒やけだね。久しぶりにこういう感じがしますね。なるほどですあね。と、でした。で、日曜日だけは、ちょっと一日事務所を久しぶりに閉めさせていただきまして、で、おさむちゃん事務局長と、ゆうこプロジェクトマネージャーと一緒に、桜島の方に行きまして、桜島の、まあ、挨拶回りも兼ねてですね、温泉に入ってもらおうと思って、連れて行きましたね。練習できたと思います。当然桜島も選挙区内ではありますよね。そうですね。そうなので、まあ、あっちですごく強力に応援してくださる方が何人かいらっしゃるので、その方に挨拶に行って、もうますます強力にお願いしますっていうご挨拶をして回ってまいりました。なるほどですね。まあ、そんな1週間だったっていう感じでしょうか。そうですね、もうこうなると、だんだん印刷物も固定してきたっていうか、もう変更もあまりなくなってきましたし、だいたい作ってるものっていうのは、これで変更なしでいこうっていう感じなので、何かその構成に追われたりとか、そんなことがなくなってきて、で、だんだんと、それを人に配るっていう作業の方が多くなってきてる気がしますね。なるほどですね。その後、他候補者だとか、なんか、前に怪文書みたいな話もありましたけど、なんかそういった妨害行為的なのもないですか？今のところね、あれ以来何もなくて、平和。平和そのものですね。なるほわど。かんない。どっかで何か言われてるのか知らないけど、い私のや、耳には届いてないですね。他の地域はなかなか、あれですよ。デッドヒートしてますよ。うわ。デッドヒートって言わないのか？なんかな。そういう結構ね、戦いが激しさを増してますよ。うわー、怖いなー。そまあ、う、に、吉野がね、結
構街宣車は上がってきてますね、候補者か、候補者は。そうね。で、もううちの後援会のメンバーが対抗意識燃やしまくってますけどね、なるどほこどこの候補者が来たって言って追いかけていったりしますけどね。ど。追いかけるんですか。そう、追いかけないでくださいって言って。でね。いや、まあ、それぐらいだったらね、こう、運動会の応援合戦みたいな感じで、そういいんでね。すけど、まあ、この前、一緒にコラボした米倉さんの指宿地区。あそこら辺は面白いですよ。おお。そう。指宿はもう二人で今確定なのかい？二人がバチバチ始まりますおお。からね、今から。すごいですね、やっぱすね。ごい、すごい。仙台市もすごい人数ですしね。立候補者、予定者はね。そこら辺で動いてくるのが、ニュースハンターって知ってます？あ、知ってる。見あないそようにしこ、そう、あそこら辺はね、やっぱ使うんでしょうね、そういう足の引っ張り合いには。そわあ。こら辺でお金が入ってくるのかどうかは知らないですけど。うん。やっわあ、ぱよくね、見ね。ますもんね、この選挙が近づいてくると。私もね、こうやってるとね、まあ、なんか面白いと言っちゃいけないけど、いろんな人のインタビューしてるから、両陣営からこう情報が集まるわけですよ。したらね、面白いのが、いや、お前がニュースリークしただろうみたいな人から、僕じゃないですっていう、もうバレバレなやつを装って連絡が来たり、これ見てくださいみたいな。この人、こういう人じゃなかったと思うのに、みたいな。面白いですね。猿いや、芝居上があっの、あて。れじゃないですか。ニュースハンターの人だと思われてる。なんかそういう噂が流れるんじゃないですか。ニューああスハンターね、の本人だ。中の人ね。そうニューそうスそう。ハンターの社長に一回、ちょっと紹介してください、取材したいですって言ったことあるんですよ。その紹介してくださいって言った人が伝えてくれたかどうかわかんないですけど。いやー、ダメだと思うよ、受けてくれないと思うよ、みたいな、いうよく感じでしたけど、まあ、興味はありますね。同じこう、取材するものとして、どういう倫理観でこう、やっているのかとかね。ね、その裏付けをね、どうやって取ってるんですかとかね、気になりますよね。結構ね、裏付けはいろんなところ、家族から何から電話したりしてるみたいです。うわ、運転さんみたいだね。ねまあ、え。うちはあんまり、おさむちゃん以外ボロは出ないと思うんですけど。おさむちゃんボロが出る おさむちゃんもね、40年前ぐらいから、やばいですからね。なるほどですね。いろいろやらかしてますからね。わかりました。でも、おさむちゃん許されるからね、なぜか。まあ、その優子さんが許してくれるんだったら別にいいんじゃないですか。そうですよね。わかりまで、した。今日はちょっと軽くお話ししたいことはね、この私この1週間ずっとも挨拶回りが多いですっていう話をしてるんですけど、挨拶回りは本当に重要なのかどうかっていう話を聞きたい。言ってみたいと思ってます。そう、なんかね、どこどこに挨拶に行ったねってよく聞かれるんですよ。で、いや、まだ行ってないですって言うと、ものすごい叱られたりするんですよ。なんであそこにはまだ挨拶に行ってないのかっていうね。で、そんなこう叱られながら挨拶に慌てていくっていうのが、本当になんで重要なのかなっていう、そういうの考えて、ずっとここ1ヶ月ぐらい過ごしてるんですけど、なんか挨拶って、あ、誰々さんに挨拶に行ったねっていう、その誰々さんって必ず共通してるんですよ。ほうほういろんな人から言われるほう。とか、大体一緒なんですね。で、その人に、まず最初に挨拶に行って、まあ、吉野から出ようと思ってます、本田ですっていうことによってね、その人が、まあ、後から挨拶に来る人の防波堤になってくれる。で、いや、もう本田が先に挨拶に来ちゃって、もう吉野はもう本田さん応援すると思うよ、みたいな。なるほど。もうね、言ってくれる人なんだと思ったんですよ。その人は、その人自身はきっとそんな影響力ってそんなにないんですよ。一般の人に。影響力はそんなにないんだけど、
あそこに挨拶に行っときなさいっていう人はもうみんな一緒だから、うん、この人がね、防波堤になってくれるんだ、なるほどなって、この前やっと気づきました。やっぱり、早い者勝ち的な、オセロみたいなところあるんですか？そうね、そうそうそう。うん、もう本当2番目3番目に挨拶に行ったって相手にされないみたいなね。そう。ということは看板が立ってる、うんうん、他の他候補の看板が立ってるところは、うんうん、もう基本的にスルーですか？そこをオセロみたいにこう裏返しに行くとか。うん、そういうのも頑張れっていう人もいる。うん、うん、だからね、なんか あの人は違うポスターが貼ってあるからもう私は挨拶に行かない方がいいかなって遠慮するとそれはそれで間違ってるよって言われるんで、うん、まあ、そこをねこう嫌がらずになんか近くに来たんで挨拶に来ましたって言ってやっぱ顔を見せたりするのはやっぱそれは人として大事だよって言ってたので、なるほどね、なるほどねっていうね、うん、まあね大事でしょうね、地方でやるとなったらなおさら、もうそれでまあ違う、もう全く毛色の違う政党の支持者のお家とかだと、うん、逆にしか、こう、なんていうの？なんであなたそんな与党から出るの？みたいな、うん、もうすごい言われて、1時間、うん、2時間捕まっちゃう時もあるらしいんですよ。うん、で、説得されそうになるんですって。うん、なので、そういったところには、忙しい時は行きなさんな、みたいな。なるほどね。言ってました。そこでちょっと時間がないからって早く帰ろうとすると、もう逆効果というかね。そうそうそう、炎上する。確かにね。で、そういうふうに挨拶回りをするのは、なるほど、これが私のその防波堤になってきて、だんだんとこう陣地が広がってきて、あの他の候補者予定者が挨拶に来た時に私のポスターが貼ってあると、おなんだここまで浸透してたのかっていう、うん、そういうして、こう、指標にね、なったりするっていうメリットが一つあるんです。もう、あの、まあ、デメリットとまでは言わないけど、挨拶しなかったからといって気にしない方がいいっていうのもあって、うん、それはその、さっきも言った、その人自身がすっごい一般人に影響力を持ってるわけじゃないっていうことね。うん、その人がに挨拶したからといって票につながるとかそういうことではないっていうこと。うん、あと、誰々さんに挨拶まだ行ってないのねって言って叱られても私たち知らないから、そういうこと、一般の人たちは、うん、こういう時に井戸一番で挨拶に行かないといけない人のことなんか、うん、1ミリも知らないので、うん、怒られても気にしないっていう。なるほどね。ああ知りませんでしたって、え知らないのね、バカじゃないのって、はいバカですっていうね。そんぐらいのノリで行った方がいいなっていうとこでした。なるほど、うん、絶対無理だな私、そういうのが一番嫌い。なんかそんなの無駄だろうって思っちゃって、まあ、効率的に考えちゃうから、うんうんうん、あそこ行くと長く捕まるなだとかやっぱ計算ねしちゃうけど、しちゃったらねえいけないしっていうね、大変だな。まあ、でも確かに挨拶に行って、私最初叱られたとこがあったんですよ。なんでうちに挨拶に来なかったのかって言われたところがあって、もう最初聞いたときびっくりしましたよ。なんか、うんうん、私が悪いのかっちゅう気持ちになって、知らんし、みたいなとこだったんですけど、まあ、そこに何回か通って、顔見せて、なんか近くに来たんで嫌われてますけど遊びに来ました、みたいな感じで行ってくると、その人がポスター貼って、室内に貼ってくださったりとか、なんかまた面白いポスターあんたまた作ったのとか言ってくれたりですね、うん、ちょっとずつ心の距離がねこう縮まっていく感じは快感なんですよ。なるほどね。そうやってね、私はこうやって受け入れてもらってるんだみたいな安心感と自信が、うん、1ミリずつ積み重なってって、できっとその人がなんか本田静香って最初はなんかちょっと無礼なわけのわかんない女の子やと思ったけど、うんうん、まあよ何回か会ってみたらそんな悪い子じゃなかったよってどっかでね一瞬言ってくれるのかもしんないって思うとですね、うんうん、そういうのって大事だなって思いました。なるほどね、うん、実はですね鹿児島市にもまだ言わないでって言われてるから言わないけど、うん、出る人いるんですよ。まだそう、その人はねギリギリに
発表するって言ってるんですよ。ああ、もう届け出のぐらいの時に。ま、そう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 。うら。でも、人によっては、うん、とか、選挙のプロというか、知ってる人にとっては、うん、今、もう一日何万、何千票ずつ、あ、何百票ずつ、こう、うん、もらうっていうような、あれだから、一日でも早く動かないととか、うん、っていう人が多くて、うんうん、だから、なんですかね、やっぱりもう、もっとね、早いうちに本田さん発表してたけど、うん、本当もっと早くってしとけば時間はあったですかね。うん、そうね。早いに越したことないですよね。もう時間あってもあっても足りないでしょ。そう、本当そう思います。今の時点で1日200人に人あったとしても、うん、あと40日足らずで8000人行くか行かないかなわけなので。そうですよね。それで8000人の人に会えたとしても、そのうちの40何パーセントしか選挙に行かないわけですよね。そうそう。となると、4000人しか選挙に行かないうちのあと何票が私のためになんか頑張ってくれるんだろうかっていう気持ちになると、うん、まあ、それを票を積み上げるっていう言い方するらしいんですけどね、うん、だから安心するためには時間とっていう人に会う人数っていうのは大事っていうふうに言われますよね、うん、ですね。ということはやっぱり立候補を考えている人は、うんうん、本当できるだけ早く発表してた方がいいよと。そうですね、周りにこうそれとなく匂わせるっていうのは大事なことなんだとは思います、ね、決まってるったら隠してないで言った方がもういっぱい言ってた方がいいでしょうね。そうね、その人のお仕事の関係上いろいろあるのかもしれないけど、うん、やっぱね、やっぱりちょっと言えるところは言った方がいいんだろうと思うけど、その人のなんかあるのかも、すごい戦略が。そうそう、いや、その最後に言ってみんなを驚かせようみたいに言ってるんですけど、別に言っても誰も驚かないそういうなんか有名人とかじゃないからと思うんですけど、自分の中で僕の出馬はみんなびっくりとすると思うよって思ってるんでしょうね。おっと、僕って言いましたね今ね。あ、僕もねそうそう、男性男性。あ、わあ、すごい楽しいですね。うん、まあですね、うん、まあ、明日いよいよ立候補予定者の説明会が青年会館でありますので、はい、うちのメンバー、2人、私はちょっと行けないと思いますけど、うちのメンバー2人行くと思います。はい、ウッパも行くんですか？行っていいんだったら行きますけど、取材していいんだったら、うん、いいんですか？なんかね、事前の申し込みは特にいらないって昨日も言ってて、うん、本当ですか？で、一つの団体っていうか、から2人まで来ていいですよだったんですって、うんうんうん、まあ、動画とかどうですかって聞いてないですけど、はい、もしその取材という観点、その人生の経験上行きたいですとかだったら全然いいと思う。わ、うん、かりました、ちょっと見てみます。日程とかもしよければ後で社名送ってもらえ、あ、もらいましたっけ。それいえいえ、まだ開けてなかった。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日このぐらいでございました。はい、また来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。